今回も勝手に東京アラートラン、もう何回目か忘れちゃいました。7回目か8回目でしょ。ここですね、ガロネロさんですね。ガロネロというお店さんですね、ソムリエのいる焼き鳥とワインのお店で、焼き鳥とワインの、まあ、コラボレーション、コラボレーション、はい、このビルは犬の猫持ち込み禁止。これすっごい待って、2箇所書いてあるから。やっぱ言うんだよ、そういう。何やってるの。あ、こんにちは。首回りに。はい、どうぞ。なります、よろしくお願いします。こちらで。すごい、もう隠れ家感満載の店内から。ここは気づかんな。気づかないね、これ。コパシティに対してのワイン量がエグい。おしぼり、いい匂いするな。甘い匂いするわ、いいわ。うん、されたい。あ、え、泡がおすすめの。はい。今回はスパークリングワイン的な。スパークリングワイン。オーストラリアのスパークリング。オーストラリアのスパークリングワイン。なんていうやつですか。これね、ロリマー。ロリマー。ちょっとすごい飲みやすい。じゃあ、いただきます。うん。これめっちゃうまいじゃん。すげえ飲みやすい。うまこれ。すっげー飲みやすいじゃん。うまい。うまい。食事が進む感じがある。これいいね。いい。うん。グラスもこんなおしゃれなグラス。これ美味しいよ、めちゃくちゃ。はい。超おしゃれじゃない。これ見えるこれ。このグラス。いや、おしゃれっすね。シャンだ。これ。おいしい。おいしい。おねえ系出てる。おねえ系なの。やっぱここ女の人と来たいな。そうだね、女おじさん2人で、おじさん2人で来る感じでもない。カップルですよ、ここは。グラスの種類も多分ね、結構豊富というか、種類によってグラスを分けてるからね。これめっちゃ久しぶり。おお、卵黄のきゅうり巻きですね。おお、一番おしゃれ。パクッといってます。はい、これおしゃれじゃない。いいね、これめっちゃ綺麗。いただきます。うん、めっちゃ濃厚でうまい、卵黄が。へ、うん、これ初めて食べるんだよ、こういう。うまっ、どうやって作ってんだこれ。めっちゃうまいわ。これどうなってんの一体、これなんでこんなことになるの。卵黄がね、卵黄のきゅうり巻き、うん、いただきます。うまっ。うん、うまい。どうやって作ってるのか分かんないけど、そうそうそう、火が入ってる感じじゃないし、うん、どうやって作ったの。卵の黄がさ、濃厚濃厚なの、うん、濃いね、これ。うまい、うまい。なんだこれ。干しいちじくと白レバーがあります。干しいちじくと白レバー、白レバー、うん、レバーパテ的な。そうですね、はい、白レバーって結構珍しいんじゃないかな、うん、まあ、ただあのフォアグラみたいにこう AOC 的な格付けっていうのはないんですよ。あ、まあ、なんとなく見て、うん、こう白いものは白レバーみたいな感じになるんで、いる人はね、こう希少価値って言ってるんですけど、もともと鶏ってここにレバーがあるんですけど、はい、厚なかったり寒かったりすると、それあの肝臓を守るために油を貯めるんですよ。暑いとき、寒いときっていうのは白くなりやすいんですけど、うん、そういうところの産地のものを選んでるじゃないですか。いただきます。うん、おいしい。レバーこんな感じ、なんかね、濃厚なんだ。一緒だから、でも甘みがある。まあ、イチジク合うね、これすごい。うまっ。甘みがある。うん、うわっと広がる感じ。なんかめちゃくちゃおしゃれな味します。そう、繊細な味できました。おいしい。うん、うまいな。出ました。うん、野菜ですね。すげえ。鶏の胸肉のカルボナーラ風ですか。これめっちゃ高い。混ぜて、はい、おお、これ皿まで、すっごいこの皿いいの、うん、すごいおしゃれ、うん、
いや、熱くないお、美味しいね、さっぱりしてて、ね、さっぱりしてる、さっぱりしてる味が、うん、お、ちょっとピリ辛な感じで、うん、なんか柚子の感じが、そうです、柚子とかしょっとさっぱりしてて美味しい、そうそう、さっぱりしてる、意外とこれうまいな、うん、食べやすくてね、うん、お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です、お願いします。小池さんがステイホームって言うとちょっと誰も怒る、あ、じゃあ小池さんの会見の後は結構影響出たんですよね。そうです、だからなんか巷では小池さんがいても誰も言うこと聞かないとか言ってるんですけど、あれは本当に絶大な量、小池さんが言うと本当に怒る、だからもう7月は開けて、7月はまんま良かったんですけど、8月はパタッとやられて、開けた時は良かったんですよ、緊急事態宣言が開けた時は、はい、でその後ちょっと8月に東京とまた小池さんが1ヶ月間、まあまあ、自粛してくれたりとか、東京のオリジナルのやつが出ました、はい、で1ヶ月8月食べて、だからその時はもう4割ぐらい、お客さんが4割ぐらい、だ小池さんが言わなければもう普通に、普通に、まあ、普通にっていうか、まあ、ちょっと今月暇だなぐらい、まあ、ちょこっとぐらい、そうですね、小池さんが言うと思う、小池さんだけ黙っててくれれば、まあ、僕的にはその税金を使っていろんなことしなくてもいい、とにかく何もしないと、なんかいかついワイングラスができましたねカルドラ、はい、イタリアの、まあ、モンテプルチアのダブルツ、はい、スタバイするな、ソムリエさんのワインの開け方ってさ、スピード速い、速いですよ、うわ、もう黒い、おお、すごい、この手首のしなり、これ素人はグダグダやってコルク折っちゃったりするから、うん、手首のしなりが、うん、あと自動でなんか電動で開けれるやつあるけど、あれなんかね、うまくいかないんだよ、やっぱね、ソムリエさんのあの手さばきすごかった、お疲れ様です、雰囲気で雰囲気でいただきます、匂いが飲みやすい、匂いもね、いい感じかもしれないです、匂いもいい感じであ、うん、うん、おいしい、おいしい、飲みやすい、飲みやすい、飲みやすさしかわからない、飲みやすい感じしかわからないワインって結構こう、まあ、とっつけにくいみたいなのもあるんですけど、安いワインとか高いワインとか別に安いワインが、ね、悪いわけではないんですよ、例えばこういいワインと安いワインがあって、はい、こうね、よくこうテレビとか格付けとかなんかありますね、ありますじゃないですか、うん、はい、で安いワインっていうのは基本的に高いワインのイミテーションなんですよ、あ、真似をしてる、そうそうそう、だから安いワインは美味しくて当たり前だし、あ、だから安いワインを欲しいと思っても全然悪いこと、 OK な、はい、OK、 今ちょっとアヒージョが赤んことになって火が入りすぎて、高いイチゴと安いイチゴ食べるじゃないですか、はい、高いイチゴ食べたらみんな、まあ、ほぼほぼみんな、あ、こっちの方が高いって分かるじゃないですか、はい、甘いなみたいな、そうです、ただ安、それを2つとも両方ともね潰して横に練乳を入れたら、もう高いのも安いのも分からないじゃないですか、確かに分かんないですよ、でワインって水をね一滴も足さないお酒なんですよ、あ、そうか、作る過程でもうワイン もう絞り汁だけで作るお酒なんで、ですからブドウの出来っていうのがほぼほぼワインになるんですけど、ただワインになった時その安いワインっていうのはその練乳を入れたような状態なんですよ、あ、なんか足してるんですかね、ちょっとね、ほとんど実際糖を足すことは、ね、許されてるんですよ、あ、だからその高いイチゴと安いイチゴ食べれば一目瞭然だけど、練乳を入れたら分かんないじゃないですか、安いワインってね、そういうものです、後からちょっと付け足して、そういうちょっとこう人工的に足して美味しくして、高いワインとほぼほぼ同じようにして出すのが安いワイン、結局研究され尽くしてるわけだから、うまくていいじゃん、そうです、ですから安いワインを美味しいって言って悪いってことはないです、だからなんかそういう風潮があるから、お前味分かってねえなみたいなこと言われると、ワインうるさいおじさんとかいるんですよね、そうするとなんかちょっとこう、あ、味分かんないからちょっとって言うんだけど、そのいいワインと自分の好みに合うワインっていうのはまた別の話になって、何でもうめんだからね、そうそう、だからその好みとそのいい悪いっていうのは全くこう違う話なので、これは私の好みじゃないです、これは美味しいですっていうのがあって、あんまりこう細かいことを気にすると、そ
ワインだし、滑らかだし、もうその育った環境で決まるんですよ。食物って昼間の暖かい時に光合成をして、夜の涼しい時にあの呼吸をして酸を作るんですよ。ああ、そうですね。だから、そうです。だから寒いところの方は人はこう酸に強いし、暖かいところの人っていうのは甘みに強い。だからなんかこうね、暖かいところ行くとなんか何でもかんでも甘い感じにするっていうのは、もうそういうものばっか食べてるからそういうの美味しく感じる。南国はフルーツとか、ね、そうですそうです。だからそういうワインも同じなんです。だからね、昼間の暖かいところに光合成をして糖度が高くなってアルコールも高くなるし、涼しいところでやると酸が強い。だからそういってなんか自分の住んでるところの環境に近いワインを選ぶと美味しく感じる。まあ、東京の人と関西の人だったら東京の人食べるんですけど、まあ、確かに味覚違うよな、うん、関西とで関西の人はピノが好きだし、だからそういう、まあ、地域のだから名古屋とか京都とかっていうのは盆地の下町があるしっていう、そういう地域に合わせたワインを選べると、だからそういう、なるほど。うちは貧乏だったからねあんまりワインの感じもなかったらないね。ええー、でもこれからまあまあお金入ってくるワインってさ、趣味としては深いんだよな。深すぎるよね、ちょっと、うん、趣味で手出すにはなかなかの、うん、深さで食べてもらう。本当に厚切りに来た。こうなってんだ。はい、ガチじゃん。ガチのやつ来た。ごと入ってる。これすごい。これ真似しよう、うん、他にのっけて。はい、はい、ごと入ってんじゃん。丸ごとカマンベールアヒージョみたいな、暑いんじゃない？暑い。暑い。そのリアクションはいらんね。ん？うまっ。うまい。うまい。めっちゃうまいこれ。あ、このオイルもすげえうまいわ。カットしてる感じ。うん、またニンニクのあれが。どうせアヒージョソースでしょ？市販の。下げから入ってるから、下げから入ってるよ。どうせさ、こんなんだってあのペットボトルに入ったアヒージョソースをさ、ガーやってるだけなんじゃないの。カマンベールチーズもさ、ドンキとかで買って安いやつじゃないの。いただきます。うまっ。うまいっしょ。これ柔らか、うまっ。この汁もうまいな、うん、汁っていうかな、ちょっとアヒージョのタレもうまいわ。オイルもすげえ味入ってて、うん、うまいんだよ。おーい、うん、オイルオリジナルで調合してるんですか。そうですね、スパイスと、はい、全部耳でした。出ました、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。美味しかった。いや、うまかったね、うん、最後のアヒージョ絶品だったな、うん、最高、チーズがうまかった、うんうん、あのタレうまかったな、うん、オイルねオイルね、オイルね、タレっていうかオイルだね全ズTV。